こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、最強王の図鑑のフィギュアをモンスターを紹介したいと思います。はい、今までアリチンは最強王のチョコエッグとかビックラ卵をやりましたが、今回は下屋で、木の下屋で行ったらなんとこれを売ってます。フィギュアです。おー、最強王国、最強王の図鑑のフィギュアですね。今回はモンスター編です。はい、ラインナップは全部8種類とプラス2種類シークレットです。おお、カラーが付いてるんですね。さあ、どんなものかをすごい楽しみにしてます。イエー、アンチがなんか持ってますなんかおお、もうちょっとこういうフィギュアの本当は欲しいです。はい、ドラゴンも欲しいですね。はい、ですね、値段は税込みで660円です。イエー。さあ、ラインナップ見るとこうなってますね。おー、カラーがいいですね、アリジンこれもはーいありますけど、カラーがいいですね。ドラゴンとかナガが欲しいです。あとシークレット2つあるんですね。では、さあ、今回は何が入ってるかをちょっと試しで買いました。はい、これですね、はい、おー、リアフィギュアと、まあ、リプレット、お楽しみですね。はい、ドラゴン欲しいかなじゃはい、では、じゃあ早速開けたいと思います。切りました。じゃあ何が入ってるか楽しみに、はい、出しましょう。おー、しっかりしてますね。あ、ドラゴンだ。あ、これドラゴンの場合か。はい、ラインナップの組み立てですね。おー、ドラゴンの場合とキラマイラとケラベロス。おー、いいですね。あと4パターンありまして、あと長はい、後ろにもまだ、バイティスタとミノタウロス、タウロスと。おー、いいですね、ゴレム。おー、はい、今回アリチンゲットしたのは、さあ、123。白あー、これなんだろう。はい、これです。おー、ケンタウロスですね。はい、で、これですね、ケンタウロス。はい、全部上半身と下半身、右腕と左腕。はーい、これで上半身と腕、右腕。おー、いいですね。では、今からちょっと、組み立てたいと思います。はい、できました。おー、ケンタウロス、ウロス、おー、結構いいですね。ただやっぱり色が欲しいですねまあ、こういうフィギュアですけども、はい、今回の、はい、さっきのラインナップはこうなりますね。アリチンがこの色付きの、まあ、ドラゴンとかナガが欲しいですけども、今回ゲットしたのはこれですね、ケンタウロスと。で、暗闇で光るんですけども、はい、おー、これは4つ、4種類で、今回これゲットした。あー、これが欲しいなはい、あ、これね、リブレット、本です。おー、あとシークレットが2種類ですね。呼びましょう。はい、あ、これの王の、説明ですね。あ、長がかっこいい。欲しい。あとドラゴンですね、やっぱり。なんといってもドラゴンですね。あ、はい。と、おー、これが、はい、リブ。これ本当はこれですね、ケンタウロス。あ、これもかっこいいだけど、はーい、これも無色の。カラーが欲しいから、残念。今回、はい、これですね。おー、センシーの無色。ハニとハヌマですね。ハニ、ハニの、タスジンです。おー、かっこいい残念、この姿が欲しいです。
今回、はい、ということでいろんなものがあります。そういや、はい、では今からちょっとケンタウロスを、ターンテーブルで展示したいと思います。はい、最強図鑑のケンタウロスです。おー、かっこいいですね。また買います。はい、以上です。アルチンチャンネルでした。今回は最強大図鑑のフィギュアですね、モンスターを紹介しました。はい、これですね、リブレットです。おー、かっこいいです。はい、今回のラインナップはこの8種類ですね。で、今回アルチンゲットしたのは、はい、ケンタロウロスです。おー、はい、ここですね、説明がかっこいい。このカラーが欲しいですね。スピードとスタミナがすごい抜群です。はい。で、今回は、はい、これです。じゃじゃーん。結構ですね、フィギュアとしては、結構よくできてます。そうですね、ただ、まあ、色がないので、ちょっと、本当に、塗装して、塗装されたものが欲しいですね。結構でも、結構重量感もあってなかなかいいフィギュアです。はい、また一人は寂しいので戦いできないので、この図鑑も欲しいですね。このカラーがついてる図鑑が欲しい、フィギュアが欲しいです。はい、またチャレンジします。以上です。アルチンでした。チャンネル登録お願いします。またねー。